ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私が好きだった芸能人の方が、最近全くテレビで見なくなったんだけど、どこに行ってしまったのかしら。一時期はテレビに引っ張りだこだったのに、何か問題を起こしてそのまま消えてしまう芸能人の方たちはたくさんいるぞ。そういった人たちは今どこで何をしているのかしら。おお、気になるのか、そんな霊夢にとっておきのテーマを持ってきたぞ。何かしら？超気になるんですけど。じゃあ今回は消えた芸能人20選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介する人物は赤西仁さんだぜ。元カプーンのメンバーだな。早速イケメンの登場ね。たまーに SNS で見かけたりはするけど、テレビには全く出てこなくなったわ。ジャニーズ時代から相当な人気があった赤西仁さんだが、女優の黒木メイサさんと2012年に電撃結婚をした時も話題になったぜ。ジャニーズ退所後はテレビで見ることはなくなったが、2022年現在でもプロデュース業や YouTube 業でがっぽりって話だぜ。がっぽり。一体どれくらい稼いでいるのかしら。現在の収入はなんとジャニーズ時代を超えているとも言われているんだ。香水のプロデュースやシャンプーのプロデュース、YouTube 業では主に、赤西仁さんのミュージックビデオが公開されているチャンネルになるぞ。歌はまだソロで活動されているのは知っていたけど、まさか香水とかシャンプーのプロデュースもしているなんて、やっぱりさすがって感じだわ。中国企業やイベント会社からのオファーもあるみたいで、なんと収入は3億を超えているって話だぜ。半端じゃないわ。人生勝ち組。あのルックスがある時点で勝ち組だな。二人目に紹介する人物は伊藤綾子さんだぜ。元フリーアナウンサーとして活躍されていた方だが、2019年11月12日に、嵐の二宮和也さんと結婚発表をしてから事務所を離れているぞ。あの結婚発表は衝撃だったわ。ただ、軽く炎上もしていたわよね。ああ、いわゆる匂わせってやつだな。お互いにお互いの影をちらつかせたとして、かなり厳しい声が上がっていたぜ。ファンからしたら気持ちいいものではなかったのかしら。まあでもジャニーズとアナウンサー。お似合いね、現在はメディアから完全に離れているの？ああ、メディアに関わる仕事から離れたいとの意向で、二宮和也さんに添い遂げる決意をしたんだ。その後メディアからは姿を消し、専業主婦として二宮さんのサポートをしているみたいだぞ。幸せな家庭ね。お金にも困らないだろうし。そうだな、噂によると、結婚前に3億の高級マンションを購入したそうだ。さらに伊藤綾子さんは二宮和也さんのクレジットカードを使いたい放題って噂もあるぜ。使いたい放題。羨ましい限りだわ。3人目に紹介する人物は上原貴子さんだぜ。スピードのメンバーとして活躍されていた方で、元旦那さんの天さんが自ら命を、ということでも話題になったな。浮気が原因だったのね。定かではないが、天さんの遺言の内容的にはその説が有力だと思うぞ。そういった騒動もあって、2022年現在では仕事がなくなり無収入になっているとのことだぜ。明らかにテレビで見なくなっているわよね。でも無収入なんて生活できないじゃない、どうしているの？2017年までは高級マンションに住んでいたそうだが、現在は引っ越してオートロックのない 2LDK のマンションに住んでいるみたいだぞ。芸能界復帰は絶望的な感じだぜ。一体これから先どうしていくのかしら。実はな、V 業界デビューの噂が立っているんだよ。V 業界、まさかあの。ああ、そうだぜ。普通に考えてもしデビューしたとなると、相当な話題になることは間違いないな。まあ噂程度だから信じるか信じないかはあなた次第だぜ。今後の動きに要チェックね。4人目に紹介する人物は大園桃子さんだぜ。2016年9月4日に、乃木坂46の3期生オーディションに合格。暫定センターにも選ばれているんだ。2017年には18シングル逃げ水で同期の与田祐希さんと共に初選抜にして、初のセンターを務めているぞ。元アイドルの登場ね。その後もアイドルとして活躍するんだが、2021年9月4日でグループを卒業し、芸能界を引退することを表明したんだ。乃木坂46の3期生として初の卒業メンバーになったぞ。その後は何をしているのかしら？メンバー卒業発表の直後、まさかの彼氏がいるとの噂が立ったんだよ。彼氏？数枚の写真がネット上にアップされたんだが、後に大園さんの友人が謝罪しているぜ。こんな大事になるとは思ってなかったし誤解させてすみませんでしたとのことだぞ。よかったわ。これが事実なら結構な炎上につながりかねないわね。で、現在は何をやられているの？芸能界を引退したのが2021年9月4日。そして9月13日には自身のインスタグラムで事業主を務めるアパレルブランド、フィルムを10月4日にオープンすることを発表しているんだ。そこから11月20日に YouTube を開設、料理動画などを上げているぜ。元アイドルの手料理、とても需要がありそうね。
今後も画面越しに拝めるんだから、ファンからしたらありがたいわ。5人目に紹介する人物は大野聡さんだぜ。説明不要だが、嵐のメンバー、そしてリーダーとして活躍されていた方だな。確か無期限活動休止に入ったのが2020年の終わりよね。そこからあまり大野さんの情報は聞かないわ。松本潤さんは主演映画の撮影に入り、二宮和也さんは YouTube チャンネル解説。桜井翔さんはドラマやバラエティに注力して、相葉雅紀さんもテレビでよく見かけるぞ。しかし肝心のリーダー大野聡さんだけあまりメディアに出ていないんだよ。どうしてなの？理由が気になるわ。情報は少ないんだが、会社経営、釣り三昧、アート活動を行っているとのことだぜ。釣りがお好きなのは前々から有名な話ね。嵐のリーダーとしても活躍されていたし、会社経営うまくいきそうだわ。それは間違いないぜ。6人目に紹介する人物は大橋のぞみさんだぜ。大橋のぞみさんは2007年12月5日に映画、崖の上のポニョの主題歌で歌手デビュー。そして2012年3月に中学校入学を機に学業優先のため芸能界を引退したんだ。崖の上のポニョ、懐かしすぎるわね。あんなに可愛かったのに、もう成人を超えているんじゃ。21歳だぜ、考えられないよな。で、現在はどうしているのかしら？2018年頃に高校を卒業した後、大学に進学しているぞ。芸能界引退時に保育士になりたいと言っていたから、おそらく専門学校に入学したと思うぜ。という情報がある一方、引退の理由は他にあったとの噂もあるぜ。どういうことかしら？引退理由は学業専念だと言ったが、本当は芦田愛菜さんなどの、ライバルの子役が影響してるのではないかという噂だな。芦田愛菜さんが現れてから大橋のぞみさんの仕事は一気に減少し、子役として生き残るのは難しいと親御さんが判断した可能性もあるぜ。確かに子役とはいえ、ライバルはいるものよね。すごく厳しい世界だって改めて思うわ。7人目に紹介する人物は金子綾さんだぜ。YouTuber として活躍されていた金子綾さんだが、ある一件のせいで変わり果てた姿になってしまったという情報があるんだ。ある人件って？ YouTuber の天気無さんとの喧嘩だぜ。もともと親友並みに仲が良かった二人なんだが、2020年の9月の間に YouTuber、これこれチャンネルを通じてお互いに様々な内容を暴露し合うことになるぞ。暴露内容はいくつかあるんだが、最終的には裁判にまで発展するほど過激化してしまうんだぜ。大親友から裁判まで発展することってあり得るのね。で、そんな金子さんの現在は、実は記憶障害であることを発表したんだ。2021年のインスタライブでは彼女のやつれた姿が注目を集めたぞ。時には泣きながらお母さんと連呼する姿や、お母さんが見えないと意味不明な発言をしていて、精神状態が安定していないって話だぜ。いろいろ炎上してしまったせいで、精神的なストレスがあったんだろうね。8人目に紹介する人物は唐田絵里香さんだぜ。女優として活躍されていた方で、不倫騒動でさらに有名になったと言っても過言ではないぜ。俳優の東出昌大さんね。さすがの霊夢でも知っているだろうな。東出昌大さんはアンさんと結婚していたんだが、唐田絵里香さんと不倫をしたとして謝罪会見を開いていたぜ。ただそれに対して唐田絵里香さんの方は謝罪会見を開かなかったことで軽い炎上も起こったそうだ。現在も女優を続けているの？ああ、所属事務所は騒動があった後でも唐田絵里香さんを見捨てなかったらしいぞ。その後もサポートをして、短編映画などにやっと出演ができたそうだ。仕事は徐々に増えつつあるみたいだな。せっかく女優としての才能があるのに、違うところで炎上してしまうのはもったいないわよね。東出昌大さんも反省してこれから頑張っていただきたいわ。9人目に紹介する人物は木下ほうかだぜ。俳優として活躍されていた方だが、女性に対して性的な行為を強要したとして大炎上してしまったぜ。そんなことがあったの？ああ、当時の文春では、二人の女優が2011年に木下から性的な行為を強要されたと訴えたそうだ。一人は演技指導の名目で木下の自宅に行った際の行為を告発。もう一人に対しては、木下はいろんな監督を紹介してやれる。と話していたといい、いずれも優位な立場を利用して関係を迫ったものだったみたいだな。マジか。この報道について、木下は初めてコメントを発表したんだ。一部で事実と異なる点はあるが概ね間違っていないと認め。私の軽率な行動の結果、女性の方々が心に深い傷を負ったことに間違いはございません。深くお詫び申し上げますと謝罪したぞ。そこから活動を休止ってことかしら？そうだぜ。女性に対しては代理人を立てて誠心誠意対応するとしたんだ。またこのようなことをした私が、今後、皆様の目に触れる芸能活動を続けることはできません。とし、無期限の活動休止も発表したみたいだな。なるほどね。まあこんなことをしてしまったら、公の場に戻ってこれるのは難しいと思うわ。現在は何をしているの？
そんな木下さんの現在についてだが、あまり情報が上がっていないぞ。おそらく静かに暮らしていることと思うぜ。そうね、それが一番だわ。10人目に紹介する人物は木下桃花さんだぜ。元ナンバー48として活躍されていた方で、卒業後はシンガーソングライターとしても活動していたぞ。アイドル卒業からシンガーソングライターになるのって珍しいわよね。そうだな。そこからもシンガーソングライターとして音楽活動をメインにしているんだが、2020年の9月24日にアウトデラックスに出演した際のことだぜ。タプーを入れた秘話を話してくれたらしいぞ。え、まさかのタプーが入っているのね。入れた理由は可愛いからとのことだぞ。首に入っているんだが、首に入れた理由も見えるところだから入れた。それか見えないところで全身は彫りにしようかと思ったと話したんだ。ぜ、全身は彫り。ギャップがすごすぎるわ。人と違う姿でありたいという気持ちがあるみたいだな。これからの活動が楽しみだぜ。11人目に紹介する人物は清田育宏さんだぜ。元プロ野球選手として活躍されていた方で、ロッテマリーンズにいた頃が印象的だな。そうね、ベストナインにも選出されていたわ。そんな清田さんだが、実は2021年に度重なる不倫が問題となってしまい、ロッテから契約を解除されてしまったんだ。げ、それが契約解除の理由だったの。そうだぜ、3回も不倫していることが発覚したそうだ。2012年に結婚しているものの、2015年、2021年1月、3月と、フライデーに不倫の瞬間を掲載されてしまったみたいだな。あらまあ。そんな清田さんの現在は、埼玉武蔵ヒートベアーズに、公式解説者として所属しているらしいぞ。自身のこれまでのプロ野球経験を解説として活かしていくってことだな。独立リーグの解説者になったのね。まあそれはそうと、家族を大事にしてあげるのが優先だわ。間違いないぜ。12人目に紹介する人物は小林豊だぜ。元ボイメンで活動されていた方で、かなり人気があったんだが、万引きをしたことを週刊文春に報じられ、その日のうちに事務所を解雇されたんだ。ま、万引き。それはありえないでしょ。小林豊が万引きをしたのは、2021年10月3日20時頃のことだぜ。レジから離れていて、防犯カメラが届かない化粧品コーナーで不審な動きをしていたらしいぞ。店員に不審に思われてマークされるほど、小林豊さんは挙動が怪しかったみたいだな。ほう。そして、店員が声をかけると、小林さんは店外に走り出し、逃亡したんだ。逃亡した小林豊さんを店員は待てー、泥棒、と叫びながら追いかけ。それを見た自転車の通行人が追いついて小林さんを捕らえたぞ。店員は小林さんを店の事務所に連れて行こうとするんだが、そこでもまだ抵抗して逃げようとしていたみたいだな。本当、何をやっているのよ。で、解決はしたのかしら？1万円札を出して、見逃してくれるように懇願していたって話だぞ。万引きしたものはワックスや化粧品など合計6点。被害額は9000円程度で、ドラッグストア側は全額弁償してもらい、その後警察に引き渡されたみたいだな。いい大人が何をしているのよ。後先のことを何も考えなかったのかしら。そんな小林豊の現在はまだ発表からも日が浅く、現在の活動状況は明らかになっていないぞ。ただまあ表舞台に出てくる可能性は相当低いと考えた方が良さそうだぜ。そりゃあ世間が許してくれないわよね。13人目に紹介する人物は田口淳之介さんだぜ。元カプーンのメンバーとして活躍されていた方で、かつてはドラマ俳優としても活動していたぞ。最近はテレビメディアに出てくることは少なくなったわよね。一体何をしているのかしら？実は田口さんは麻雀業界で活躍中なんだ。麻雀プロ団体ライブチャンネルにて、田口淳之介炎の7番勝負が配信されているみたいだぞ。トッププロ選手に対局を挑み、勝ってしまうという奇跡的なことも起きているんだ。すごい才能があったのね。元ジャニーズが麻雀業界で活躍するのは異例だと思うわ。14人目に紹介する人物は永瀬智也さんだぜ。永瀬智也さんはジャニーズグループの TOKIO のメンバーとして活躍されていた方だぞ。もちろん、ほとんどの人が知っているわ。歌もすごくうまいわよね。そうだな。そこから2021年4月1日に TOKIO のメンバーが株式会社 TOKIO を設立したと同時に、永瀬さんは事務所を退社し、他の事務所にも移ることはなかったんだ。これだけでは引退したかどうかについては不明よね。ただ後の発表で他事務所に属することなく、裏方としてゼロから新しい仕事の形を作り上げていくことになりました。とのことだから、実質芸能界から引退したと言えるぞ。そんな永瀬さんの現在はバイク関連の仕事と映画監督をしているそうだ。永瀬さんはダンディーだし、バイクってイメージが強いわ。今後の活躍にも期待だぜ。15人目に紹介する人物細川茂樹さんだぜ。細川さんといえば仮面ライダー響きね、史上最年長の33歳での出演だったわよね。おお、懐かしいぜ。
視聴者の方々が知っているか知りたいところだな。俳優として活躍されていた細川さんだが、度重なるパワハラが原因として2016年に、事務所から契約が解除されているんだ。しかしこれに不服として細川さんは、地方裁判所へ異議を申し立てることになるぞ。え、そんなところまで発展していたの？そうだぜ、その後、仮処分が決定するも3ヶ月後には契約終了となったんだ。そういった過去のある細川さんだが、実は株式や資産運用のプロだったという噂も出ているぞ。俳優もされている中、資産運用まで行っていたのね。さらにだ、細川さんは家電に詳しすぎて、家電俳優という書籍まで出版しているぜ。さらに大学で教授をするなど、かなりマルチで活動していたみたいだな。現在は何をしているのかしら？2017年以降、かなりテレビの出演が減っていくんだが、現在は在宅で生活しているって話だぜ。やっぱり資産運用は大事ってことがわかるわね。私も始めてみようかしら。失敗することになるから、やめておけ。わかりました。16人目に紹介する人物は楽しんごさんだぜ。ドドスコスコスコラブ注入のギャグやお姉キャラで大ブレイクを果たし、2011年の流行語大賞にトップ10入りするなど、一躍売れっ子芸人として活躍していたぜ。その傍ら、凄腕整体師としてもかなりの人気を博していた方だな。予約殺到の整体師さんなのよね、一度施術していただきたいわ。そんな楽しんごさんだが、実は乱暴的だったということを知っているか？え？どういうことかしら。2013年に楽しんごさんと半同棲生活を送っていたという付き人の男性ゆうきさんが、楽しんごさんから乱暴を受けていたと告発したんだ。ゆうきさんによると、楽しんごさんから朝起こさなかったことを激怒され、顔やお腹に乱暴をされたみたいだぞ。それもかなりひどかったみたいで、回復するのに1ヶ月ほどかかったみたいだな。怒るのはいいとして、手を挙げてしまうのは良くないことだわ。そのまま書類送検される形になったんだが、この他にもゆうきさんは楽しんごさんから、数々の乱暴を受けていたそうだ。お金関係でも問題になっていたみたいで、当時はニュースにも取り上げられていたぞ。そうだったのね。最近はもうすっかりテレビで見なくなったけど、現在は整体師として活動しているのかしら？ああ、現在も整体師として大人気だそうだ。その仕事もかなり順調で、相当稼いでいるみたいだぞ。それならよかったわ。17人目に紹介する人物は沢尻エリカさんだぜ。女優として活躍されていた方で、お騒がせ女優としても話題に上がってしまう方だな。いろいろと問題を起こしていたわよね。会見での不適切な態度とか、違法な薬とか。そうだな。2007年に公開された映画クローズドノートの舞台挨拶で司会者からの質問に対し、ぶっきらぼうに別に、と発言していたぜ。その後ハイパーメディアクリエイターの肩書きを持った高城剛さんと結婚、離婚をするなど、芸能活動から遠ざかっていてもプライベートで注目を浴びていたんだ。で、その後に薬よね。だな。芸能活動を復帰し、女優、沢尻エリカさんが復活したことで、ファンも歓喜していた矢先の出来事だぞ。逮捕、起訴されたことで再び芸能界から姿を消したんだ。現在はどういった状況なの？全く知らないんだけど。その後、薬の関係で治療をしていたそうだが、現在は退院して自宅療養中って話だぜ。また、キャンプ場経営の噂もあるみたいで、今後の活動に目が離せないぜ。18人目に紹介する人物は渡辺真由さんだぜ。元 AKB メンバーとして活躍されていた方で、真由という愛称でチームの中でも必要不可欠な存在だったぞ。しかし2020年6月に体調を理由に芸能界そのものを卒業したんだ。現在は何をしているのかしら？それがあまり情報がないんだよ。山梨で目撃情報があったとか、結婚していて、子供を授かったとか噂はあるみたいだが、どれも噂止まりで真相は明らかになっていないぜ。そうなのね、まあアイドル時代の疲れもあるだろうし、ゆっくり生活してくれていることを祈るわ。19人目に紹介する人物吉澤ひとみさんだぜ。元モーニング娘。のメンバーとして活躍されていた方で、アイドルを引退後、事故を起こしたとして逮捕されたのは有名な話だよな。そうだったわね。結構最近の話だけど、現在はどのような生活を送っているのかしら？吉澤ひとみさんは2019年11月頃から、東京都心にあるストレッチ専門店で働いているそうだ。芸能界の復帰はあるの？復帰についてだが、モーニング娘。の記念イベントを通じて復帰するという噂があったそうだ。だが様々な影響で記念イベント自体がなくなってしまったみたいで、結局は噂止まりになってしまったぜ。機会を失ってしまったのね。じゃあ実際に開催されていたら、復帰していた可能性も、あり得るかもな。最後の20人目に紹介する人物は渡部健さんだぜ。お笑いコンビアンジャッシュとして活躍されていた方で、数々のテレビ番組に出演していたんだが、
自身の不貞行為が原因で活動を自粛することになったんだな。佐々木希さんがいるっていうのに。そんな渡部健さんの現在について、復帰の噂は絶えないんだが、まだ時間はかかると思うぞ。それよりも、活動自粛前に比べて、かなり老けたと話題を呼んでいるんだ。老けた？いろいろな疲れかしら。どうだろうな。まあでもとりあえず静かに自粛していることが一番だぜ。そうね。ということで消えた芸能人20選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。